ミシン糸で減らし目をする時のですねお話をしたいと思います。はい、はいどうも、編みぐるミストの角田です。はいどうも。はい、まあ、そんなわけでですね、今回はですねミシン糸ミシン糸で減らし目をする時のですねお話をしたいと思います。はい、では張り切っていきます。イエイイエイイエイ。はい、まあそんなわけでですね、まあ減らし目のお話ですね。で前回ですね、まあ、前回というかですね、このコースターリベンジみたいな動画をが上がってると思うんですけども、その時にですね、まあここまで編んだのがあるんですよね。でコースターにしようかなと思ったんですけど、ちょっと減らし目のお話をしたいなと思ってここで一旦やめたものがあるんですけども、まあ、これを使ってちょっと減らし目のお話をしたいと思います。はい、でなんですけどとですね、ミシン糸じゃない、間違えた、毛糸とのちょっと違いをお話ししたいんで、まあ、とりあえずですねこの毛糸を使ってちょっと一回ちょっと編んで、編んでというか、まあ途中までちょっと編んで、まあ、この毛糸とのその減らし目の違いというか、まあ、でも人によって違うと思うんですけども、多分その基本的な減らし目から考えるとも大げさだな、違う、基本的な減らし目との違いみたいな感じでちょっとお話できたらなと思います。ってことでとりあえずはこの毛糸でまずは途中までというか、その減らし目ができるぐらいまでちょっとさっくり編んでいこうかなと思います。はい、てか毛糸で編むのが正直久しぶりですね。全くこの毛糸がたまたま家にあって1、2、3、4、5、6あって、まあ、まあよかったなって感じなんですけど、毛糸は最近全く買って、でも毛糸も安いのは安いですよね。普通に100円とかで売ってますもんね。110円になるのか。で今まで前から僕のことを知ってくれている方は昔のミシン糸じゃなくて毛糸ですね、まあ、作品とかを結構見ていただいたりしてる方もいると思うんですけど、結構作ってたんですけど、基本的にですね使ってた毛糸がですね、全部100円以下ですね使ってた毛糸がどっかのセールとかですね、セールで買ったりとか、あとはパンドラハウスですね、イオン系、イオンモールとかに入ってますよね。イオンのお店と、まあ、イオンモールじゃなくても入ってるのか、イオン。普通のイオンに入ってる手芸のパンドラで、と108円、今は110円になったのかな、税率変わったんで、どう変わったのかな。で、100円で売ってたので、買って編んだりとかですね、基本的に毛糸に関しては高い毛糸、別に高くないのか、120円と150円とか、毛糸の相場がよく分かんないんですけど、100円以下なんですよね、基本的に税抜き100円以下の毛糸でしかちょっと編んだことなかったので、まあであとですね、その時のこれを編んでる時の動画でもうちょっと話したんですけども、その段を変える時ですよね、今ちょうどこの段が終わって段を変えますっていう段階ですよね。でこの時にですね、僕はですねこの絞るんですよね、これ今ここに抜きま、ここに変えましたって言って、この時に僕とこれキュッてするんですよね、このキュッてして、でこうやってこうキュッて締めるんですよね僕って。でこれがですね普通なのかなって、何の疑問も持たずにやってたんですけども、他の方の
動画とかを拝見する機会があって見たら、なんか皆さんこれって絞んない感じですよね。なので、そうだから絞んない感じなので、あれですよね、皆さんもだからなんだ、たまたまなのかもちょっと分かんないんですけど、こうやってこのまんまこれしてこう編んで、で次に行くっていう感じでこうやって編み進めてますよね。で僕はなんとなくというか、これをだからそれ合ってるのかな、これ1234567891011、大丈夫か。でこれで僕の場合はこうやって段を変えるときにこうやってキュッて、こうやってここがキュッてなるんですよね、このところが。でこれで編んでて、これが当然だと思ってたのが皆さん違う感じなので、で一回どうしようかなと思って、このキュッてやるのをやめた時期があったんですけども、なんとなくまたキュッてするように戻りましたね、なんとなくですけど。でただこのキュッてやる時のデメリットが1点ありまして、これキュッてこれ絞るので、だからキュッてなんか擬音ばっかでちょっとバカみたいですけど、このキュッてやるので、糸がですね、その細くなっちゃうんですよね、この毛糸が。だから毛糸がキュッてなるんで、もうキュッとしかちょっと説明のしようがないんですけども、このだから締めることによって形が、なんて言ったらいいのかな、形が変わっちゃうというか、その跡が、癖がついちゃう、跡がついちゃう、うわどっちだろう、まあそんな感じでちょっと、イメージを持っていただければありがたいんですけども、なのでその途中で失敗とかしてとかですね、あとは失敗しなくてもこのほどいてもう一回使いたいっていう時にですね、そこだけ毛糸のがキュッてしちゃったところが細くなっちゃったりもとかしちゃうんですよね。なのでちょっと使い回しには、あちょっと数えてなかったら分かんないもんちょっと、まあいいか、まあ、使い回しには適さない感じになっちゃうんですよね。ちょっと今怪しいけど、まあいいか、何かを作るわけではないので、まあちょっと言っちゃいます。はい、そうなんですよね。なのでちょっとあんまり使い回しには適さない感じの編み方なのかなって思いますね。はい、ちょっとやっぱり話しながらとかだとやっぱりあれですよね、なんだろう、気を取られてじゃないんですけど、ちょっとどこまで編んだというか、その数が分かんなくなりますよね。まあちょっと言い訳ですけど、あで、ですね、編み物とかをやったことがない方にちょっと説明すると、増やすときって倍数で、基本的には多分倍数で増えていくんですよね。だから初めが6、初めの作り目を6で編んだら、その倍数だから6を編んだたって言っちゃいましたね、編んだら次ですね、この目ってこのこれありますよね、こうやってこことかにあるんですけど、ここに2個ずつ入れていくんですよね、今度は。で2個ずつ入れると、まあ初めが6から6目で、今回はですね6目で編んだので、次は12になるんですよね。で12になるっていうことは、まあ単純にこの倍の大きさになるというか、このまあそのイメージしてもらうと分かるんですけども、まあ大きくなりますよね。でその後にはですね、そのだから6で12になったところに2個入れて1個とか、まあ逆に1個入れて2個入れるとかって言って、またやると全部で18になるんですよね。でまあそんな感じでどんどん増やしていくのが多分かぎ針の基本になるのかなっていう感じなんですけども、多分そんな感じです。はい、まあ多分というか特になんかあるわけじゃないので、ちょっと多分それがあな感じだと思います。はい、で今何いくつ編んだんだ、今これで10と6218か、で今18目ですね、3段編んでなんですけど、
どうしようかな。まあ一回これで減らしようか。でまあ減らし目なんですけども、まあ増やし目っていうのがさっき話したみたいに、ここに一つのここの段にここに2つ入れる、まあこれが増やし目ですよね。でこれとこれとは別に減らし目っていうのは、要はこの2つをこれ取っても、この2つを取ってこの1個にするっていうのが減らし目ですね。だから増やし目がまあこの1個入れてここにやるのと、まあ、減らし目がここに2つの2つのだから1個入れてすくって、まあ、次のところも1個入れてすくってまとめてやると、まあ、これは1つになるっていう、まあ、これが減らし目の多分基礎じゃないな、基本的なことかだと思うんですけども、まああんな感じで減らし目、多分基本的なことはそうだと思うんですけども、ミシン糸の場合ですね、ミシン糸で編む場合は、僕の場合ですね、まあ多分人によって違うと思うんですけど、僕の場合はですね、この毛糸からミシン糸に持ち替えた時のこの細さが何とも言えないですよね。この自分の血の持った感覚ですね。まあこっからちょっと見えるかな。でまあまあ増やし目は一緒なんですよね。増やし目は別にこうやって同じように同じ穴に、穴じゃないな、目にですね、今入れたところにまた同じにこうやって入れてあげる。でここにすくってあげると、まあ増やせるよっと、おっと、ちょっと針が当たっちゃいましたね。まあ、増やせるよっていう感じなんですけども、減らし目なんですけども、初めはですね、僕もさっきの毛糸みたいに編んでたんですけど、今はですね、もうなんだろう、まあ、さっきの分かりやすくと、まあ、毛糸だとこうやって一個すくってこうやってすくってこうやってやってましたよね。まあそれでもできるんですけども、僕はですね最近はもうそれはやめてですね、まあちょっとこれ普通に1個編みますけど、もう僕はですね、もう普通に減らすときはもう1個飛ばします。こうやって、なのでさっきの毛糸みたいにこうやって、毛糸って今こうやって取って、その隣もすくって、でまあこうやってましたよね。でもちろんこれでもできますなんですけども、僕はもうそのこれをすっ飛ばしてもう2個目に入れてすくっちゃいます。はい、こんな感じで僕はもう今減らしちゃってますね。で特にですね、それで減らし目をそういう風に編んで、特にですね不都合がないんですよね。はじめやる前は何だろう、その、まあ、飛ばしちゃう関係でなんか隙間ができて、例えばその綿とかが出やすくなっちゃうかなとって初めはちょっと思ってたんですけども、特にそういうこともないのでですね、試したことがない方はですね、このミシン糸で編んでて試したことがない方はですね、そのいちいちこうやって2個取ってピッてやるよりも、もう本当に隣をすっ飛ばしても行っちゃう、でガッてやってやっちゃうってやった方が結構手っ取り早いというか、これでも全然いけます。まあ多分こういうやり方でやっている方も多分いると思いますけども、はい、こんな感じでバッてできますね。で僕はもうこうやっちゃってます。でもちろんミシン糸じゃなくて毛糸でも全然、毛糸でもまあさっきみたいに別に、毛糸でも多分ざっくりというか、まあ、さっきのこれを飛ばして、まあ隣とかでまあこうやってこれでまあ減らし目ってやっちゃえば、まあ減らせるんですけども、
僕も一回毛糸やってた時、それで何回かやったことあるんですけども、毛糸の場合はやっぱりこうやって減らしてもいいんですけど、なんだろうな、でもなんとなく毛糸の場合は僕はこっちでこの取って、好評が好きですね。まあそのなんだろう、大きいので見た目も若干分かっちゃうというか、その1個飛ばしと飛ばして編む時と、ここに2本作って減らす時の若干形が変わったりとかもするんですよね、毛糸の場合は。でミシン糸の場合は、まあ、大きさがちっちゃいっていうのもあるんですけど、そこまで目立たないというか、それでやっちゃっても平気だったりするので、なんだろうな、逆にその2個こうにすくって減らす場合の方が、なんて言ったらいいのかな、かさばるでいいのかな、なんか要はこの糸がそこにギュッて結局密集しちゃうことになるので、まあそれが逆にいいと思えばそれでもいいですし、別にあんまりそんなこだわりがない場合はですね、本当に単純になんか減らしたいっていう場合はですね、今みたいに、あ、これじゃない。これじゃ編めない。今みたいにですね、その、普通にも、なんだ、この隣を飛ばして、その隣にもすくっちゃう。で、やっちゃうと、まあこれでも簡単にもう減らし目になるっていう、減らせるっていう感じなので、あとはまあ作品によっても変えていいと思うんですよね。どっちの減らし目を取るかとかっていうのは。で特にこだわりがない方はですね、本当にもう別に、なんだろうな、この2本、この2本、こうやって、今、1個、そっか、まあ、この2本作って、まあ、これで、まあ、こうやってもいいですし、まあ、あとはもう好き好きだと思うんですね、ここら辺は。で、本当にだからさっきも話した通り、こだわりがない方はですね、もう、ざっくりと、この隣をすっ飛ばして、もう、こうやって飛ばして、こうやって減らし目にした方が、まあ、楽ですし、あとはこの、なんだろうな、この毛先ではない。針先ですね。ここに負担がかかる、可能性が少ないので、なんだろう、変に折れる心配がないっていうのも若干あるのかなって気がしますね。やっぱりこの減らし目の時にこの2本取りではない、この1個いって、まあ、隣もこうやってすくって、こうしてこうやるって、結構ですね、若干針に負担というかかかる気がするんですよね、この行為自体が。で、何回かお話、なんか他の動画でも話してるんですけども、結構この25号のかぎ針って、剣先ではない、針先が結構デリケートなので、極力負担をかけない風に編んだ方がいいと思うんですよね。でそういうのを考えた場合にですね、多分そうやって2本取りっていう、なんかすごい違うな、要はこのここに2つこうやって、要はこうやってこうやると、多分、若干ですけど、なんか針に負担がかかってる気がするんですよね、僕は。まあ、で、まあ、こうやって抜くだけなんですけど、まあ、これよりもだから本当に、隣を1個すっ飛ばして、まあ、こうやっちゃった方が、なんかいろんな意味でいいのかなっていう気がするので、まあ僕はだから今はこんな感じで減らし目はしてますね、基本的には。はい。まあそんな感じで、まあこれがちょっと毛糸の時と違いですね。毛糸はさっきみたいにここにキュッキュッってやって、このキュッキュッって、もうキュッキュはちょっとあれですよね、ちょっとバカっぽいですけど、このあれですね、毛糸の場合はこの飛ばすよりもこうやって2つの穴を通して、目を通してこうやってすくってあげると方が
僕は好きですね。でもちろん毛糸の場合も1個飛ばしても別にこれはこれでこうやって取っても全然いいと思います。まあ、若干形変わるんで、なんかの時の先ほど見ましたけど、ものによって編み方が変わるのも全然いいと思います。はい。まあ、そんな感じでですね、今回はですね、このミシン糸の減らし目についてちょっとお話をさせていただきました。まあ、ちょっと僕の自己流的なのがあるので、ちょっと一般的なこととは違うとかもしれないんですけども、まあそのミシン糸の減らし目をするときに結構さっきみたいなやり方の方が多分この針先の負担も少ないし、まあ若干ですけども、まあ編む時の時間短縮にもなると思うので、ちょっと試したことがない方はですね、試していただければなと思います。はい。まあそんなわけでですね、今回はこの辺にしたいと思います。はい。最後まで視聴してくれた方はありがとうございました。お付き合い、はい、そんなわけでですね、またお会いしましょう。ではでは。